あのサブプライムローンで、これは結構まずいことになるかもしれないよねっていうことに気づいた、えっと、固めの投資家の人が、よし、これはサブプライムローンが破綻する方にかけようって言って、かけ続けて、で、結局、世間がサブプライムローン破綻って分かったのに、1年ぐらいかかったんですよね。 っていう映画があるんですけど、マネーなんとかって映画なんですけど、なのでその、統計上、これまずいよねっていうのって気づいたとしても、マネーショート、はい、それです。あの、実態として、社会のみんながそれに動いて、その社会が、じゃあこれまずいよね、じゃあみんな被ろうってなるまで、やっぱり時間かかるんですよね。 で今回の,そのシリコンバレーバンクがその IT 企業のスタートアップとかよく分かんないことやってるよねとか,なんかニューヨークのシグニチャーバンクとかってまあニューヨークだからバテヨーカーとかビジネスやってるんでしょうみたいな。 感じででもまあ、そこで、その預金保護を政府がやってるから大丈夫なんじゃねっていうので、そこまで悪い影響は今のところ株価には反映してないのですけども、で、そこがじゃあそのなんか仮想通貨とかを担保にしてたよねとか、そのなんかスタートアップみたいな不安定なところになんかお金貸してたよねとかっていうのは多少あると思うんですけど、ただ本質的な話をすると、その債権利回りが悪くなったよね問題なんですよ。 その、利率がそんなに高くない頃の債券を国債を割とシリコンバレーバンクとかシグンチャーバンクというのを持ってて、で、アメリカ政府がその、あの、肯定不合、あの、連邦準備銀行金利を上げたので、そうするとその利率の低い債券というのの価格がだだ下がりしますと。で、だだ下がりするよねっていうのって、その国債を持ってる全ての銀行、世界中の銀行で起こることなんですよ。 で、じゃあ、今のアメリカの連邦準備銀行の利率が、その、上がるのか下がるのかっていうのが結構微妙で、ちょっと前まで、あれ、インフレ抑えられたんじゃねえってなってたんですけど、で、どうやらやっぱりインフレ抑えられないよねっていうことになって、今回その連邦準備銀行が金利を上げるっていうのをやったんですよ。なので、そのインフレがまだまだ抑えられないよねってなると、利率はもっと上がって、で、利率がもっと上がったときに、今度は別の銀行が、 ううちはもう手遅れですってなるる可能性があるんですよねなので次にどの銀行が利率何パーセントになったらどれぐらいヤバいのかっていうのがまだ全体像として見えてないと思うんですよね。で、そのシリコバレーバンクがその、えー、と3日で潰れたんですよね。3月8日に増資をしますって言い出したんですよ。 その利率が上がって1800億円分ぐらいお金が足りないよねってなって、なので増資をしますって発表して、で、増資をするということは、今まで既存の株が、まあ,あ、要は株主が増えちゃうので、それは株損するよね。で、もともとやべえらしいっていうのがあって、もうみんなバカすか売り始めたんですよ。で、株価めっちゃ下がりましたってなって、 で、株価下がりまくった状態で増資してるっていうのは、ちょっとまずいんじゃねえっていうので、そのシリコンバレーバンクの口座からお金引き出した方がいいですよっていうのを、割といろんな人が言い始めたんですよ。 んで、あの、もう、バンバン引き出そうとするので、その、各会社は、えー、2500万円分、えー、と25万ドルだからまあ3000万円分ぐらいしか引き落としができなくしますっていうのになって、その結果、シリコンバレーバンク超やべえじゃんっていうことになり、えっ、ー、と、3日後にはもう、あの、ハターンってなったけど、あの、誰か買う人いないってアメリカ政府が言ってるんですけど、アメリカの中の銀行でシリコンバレーバンクを買うって言ってる人は誰もいなくて、 であのソフトバンクが出資してるイギリスの銀行とかあの中東だったりベンチャーファンドも確かにお金出してる中東の偉い人とかがなんかあのシリコンバレーバンク買ってもいいんじゃねみたいなことを言い始めてるっていう状況っていうのがあるのでなのでその他の銀行も大丈夫かって言われると結構微妙だと思うんですよね。 その、ある程度その銀行って、その、あの、集まったお金を国債に回してることって結構多かったりするので、その国債の利率が上がるだけで、その勝手に損失が発生しちゃうっていう状況なので、なので、次インフレになりました。で、じゃあもう利率上げなきゃいけないよねってなった時に、その、どこが潰れるかわからん。で、今回そのシリコマネバンクとシグニチャーバンクが潰れたっていうのがわかったので、多分その連邦準備銀行も利率上げるのを控える可能性があるんですよ。 要はその利率上げたことによって倒産しましたってなると、お前のせいで倒産したじゃねえかっていうことになる可能性があるので、そうすると結構その利率を上げるのが、あの、弱気になる可能性があるんですよね。 その連邦準備銀行が利率を上げないとなってしまうと、今度はインフレが加速してしまって、で、物価が上がってしまって、失業率が増えてしまってっていうので、あのリアル倒産する会社が出るかもしれないよね。でも利率を上げると銀行が潰れるかもしれないよねっていうところで、 その、割とインフレが収まらなかった場合に、結構どうなるかわからないっていうのがあるんですよね。もちろんその、インフレが収まって何の問題もありませんでしたって、半年後ぐらいになる可能性もあるんですけど、そこが読めないっていうのがあるので、なので、どう転ぶかわからないよね、という、あの、スタンスで僕はいます。はい、なので、あの、なんか、株価下がればいいなって思ってます。<laughs> あの、要はその、何かこの株が、 価格が下がったら、生活めちゃくちゃ困るとかではないんですよ。いや、その、あぶく銭をその株的なものに入れてたりするので、なので、あの、別になんか株価が下がったとして、10年後、20年後とか戻ればいいよねっていうので、むしろその、株価が下がってる時って、その、仕入れるチャンスではあるんですよね。ただその、google とか株価めちゃめちゃ高いんですけど、じゃあ、google の株価が3分の1になりましたってなったら、もうめちゃめちゃ買い時なんですよ。 いやそのインフレがどうこうとか銀行が不利だよねどうこうとかっていうのと、Google が世界中で売り上げを上げてるという Google のビジネスとそこまで影響ないんですよ。Google って世界中の,の YouTuber とか検索とかで儲けてる感じじゃないですか。なので、銀行が潰れようと知ったこっちゃないんですよ。非然にバンバン入るから。いやそのスマートフォンで、Android で物を買うときの、なんかストアで買う売り上げの30%は Google が取れるんですよ。っていうぐらい世界中からどんどん小銭を巻き上げてる会社なので、 なので、割と大丈夫なんじゃないかなと思ってるんですけど、ただ、フェイスブックとかはむしろ結構厳しいかもしれないですね。今、直接課金をちゃんとやってないので、であの広告依存なので、あの景気が悪くなってしまうと、広告依存しているところは売り上げ下がってしまうんですけど、でもそのアップルとかもその、iOS、アップルのなんか iPad とか iPhone とかで、アップルストアで買うものの30%は全部、アップルが持ってくっていう、世界中の売り上げを持ってくっていう、そういう契約になってるので、 なので、アップルとかグーグルっていうのは割とそのマーケットどうこうになったとしてもそれなりに強いんですよね。なので、あの、まあそのアップルとかグーグルが安く買えるんだったら、それは仕込み時だよねっていうふうにあの割と見てたやすので、なので、あの、現金をこういっぱい持って株価が下がるのを待ってニヤニヤして見てるっていう、そういうポジションです僕は。はい、あ、だから YouTuber の売り上げは下がると思いますよ。広告宣伝費で食ってるので、そのよその経済が悪くなると広告宣伝費そんな高く払えないよねっていうのがあるので、 なので、あの、その経済と連動するので、広告費で食おうとする YouTuber は結構厳しいんじゃないかなと思います。